こんにちは、チョメです。グリフィンドールのお祝いやっていきます。パート3分の3です。課題セット2分の1から。今、グリフィンドールの寮の中に入ってきてます。僕はただパズルの答えが知りたいだけなんだ。グリフィンドールのパズルで手を貸してほしいんだって。それなら、任せてちょうだい。ホグワーツではこういう楽しいことを毎年体験できるといいな。すっごく人がいますね。じゃあ話しかけよう、ベンに。わーベン、いろんな人が集まってくれたな。グリフィンドール寮の半分はいるんじゃないかな。みんな僕たちが大惨事を起こさずにグリフィンドールのパズルを解読できるか興味津々なんだ。君が僕をこっそり忍び込ませたことも誰も怒ってないようでよかった。寮の談話室はプライベートな空間だからな。最後のヒントの最後の部分をずっと考えてたんだ。このテストを終了させるにはこれをライオンの炎の中に入れてグリフィンドールの交渉を手に入れる必要がある。考えれば考えるほどやっぱりドラゴンみたいな危険な獣と直面するべきだと思うんだよな。でも君はどう思う？僕の予想が正しいと思う？もっと違う解釈だと思う？これはドラゴンじゃなくてライオンだが多分答えなのかな。恋愛のことかもしれないってやってみるか。これは恋愛のことかもしれないよ。火は情熱を表現するものとして使われることが多いし、それは独特な観点だね。ただ君の予想が正しかったとしてもどうすれば恋愛の観点からパズルを解けるのかもわからないよ。念のために紙をドラゴンの炎の中に入れるってアイデアも考えておいた方がいいかも。それぐらい大胆な行動を取るべきだよ。とにかくこのパズルを解くためにもっと違う方法を考えられると思うよ。グリフィンドールの半数が助けてくれるんだからな。一緒に考えれば何か思いつけるはずだ。だけど忘れないでくれ。このパズルはグリフィンドール寮についてだ。だから関連のありそうなグリフィンドール情報を共有してくれ。なんかチョメが仕切ってる。お前誰だみたいな感じでみんな見てるんじゃない？大丈夫？8時間星ここで合格。最後のヒントについて話し合う。いやでも私のためにね、集まってくれて嬉しいですよ。私のためっていうか、まあパズルのためですね。炎を焚いてよかったらいつでも行ってよ。火を焚いてよかったらですね。ここでパズルを見つけられるのなら、それ自体がヒントになってる可能性も。グリフィンドールの印は炎に包まれたライオンだよ。グリフィンドールが火をジャグリングしてるのを見たことがあるわ。あと、松明も。グリフィンドールの暖炉をぼーっと見つめることがよくあるんだ。もっと話を聞かせてくれ。そうすればきっと答えを見つけられる。当然だけど僕はこのヒントがドラゴンを指し示していることを願ってるよ。答えが何であろうとグリフィンドールと関係があるはずだ。グリフィンドールの交渉を見た？火が描かれてるわ。グリフィンドールの剣を作った時に火を使ったはずだよな。みんなそろそろ寝た方がいいぞ。パーシーが言うことも正しい。グリフィンドールの印には炎が描かれてる。火なんか怖くないよ。防火薬がなくてもなるから。なるほど、だから防火薬を作ったみたいな感じか。最後は火の中だから。これが勇敢さを示すパズルなのは確かだ。僕には有り余るほどだ。ここでの生活に慣れてきたのはつい最近なんだ。でもうちの暖炉は綺麗だ。火を焚いて欲しかったらいつでも行ってね。まあ、以下略かな。あ、J キム君もいますね。グリフィンドールの生徒なんで。何か探してるときは自分のすぐ周りを調べるんだ。J 君いつも私服のときが多かったんでね。ちょっと、分かってない人もいるかもしれませんけど。一応グリフィンドールなんですよね。はい。じゃあちょっとタップしておきます。パーシーがね、見れる。嬉しかったな。グリフィンドールに関する情報をたくさん聞けたな。役に立つものもあった。だから最後のヒントについて新しい推測を立てられたよ。何人か指摘してきたように、グリフィンドールの印は炎に包まれたライオンだ。そしてこの談話室に中心には綺麗な暖炉がある。君が何を言いたいのか分かった気がするよ。このヒントは紙を危険な生物の火の中に入れろって言ってるんじゃないかと思う。きっと紙をグリフィンドールの暖炉、ライオンの火の中に入れろって言ってるんだよ。きっとそうだよチョメ。それが答えに違いない。それじゃあ早く試してみよう。もう紙に防火薬を使った。あとは火の中に入れるだけだ。
わあ、見て。メッセージだよ。なんて書いてある？おめでとう、グリフィンドールの同士よ。君は見事、忍びのパズルを解いた。ということは優秀な生徒ということだ。君のような生徒が、このホグワーツ最高の寮のメンバーとは喜ばしい。誇りを持て、勇敢であれ、高潔であれ、そして何より、ありのままの自分を受け入れろ。ムーニー、ワームテール、パッドフット、プロングスより。わあ、やった。グリフィンドールのパズルを解けた。さすがは僕たちだね。手伝ってくれてありがとう、チョメ。でも、紙の最後にあった名前、どれもすごく変わってたね。そんなグリフィンドール生は聞いたことないかも。あの名前は忍びの地図で見たことがあるよ。どんな人たちなのかはわからないけど。きっとあだ名に違いないよ。本名だとは思えない。一体どのグリフィンドール生がそう名乗ってたんだろう。有名な人たちだったりして、知らない間に会ってたって可能性もあるね。そうなんですよ。私、ワームテールとはもう合ってるんですよ。このホグミスの過去動画見たらわかる通り。ただね、オブリエイト使われました。その時に。この人たちのことを教えてくれそうな人なら見当がつくよ。グリフィンドールで最年長にして一番有名なアルバス・ダンブルドアに聞きに行こう。ダンブルドアと会う。急いで来てくれ。質問があるなら答えてやろうじゃろう。皆さん気にならないの？私が暖炉に入れたやつ、集まってこないな。ダンブルドアの校長室、やってきました。僕たちのために時間を取ってくれてありがとうございます、ダンブルドア先生。もちろんじゃ、ミスターゲームズ。どんな要件なのか教えてくれ。僕たちはずっと、ベンがグリフィンドールの談話室で見つけたパズルを解くために、あちこち走り回ってたんです。そのパズルはグリフィンドールを名乗るもの、当てだったので、挑戦を受けることにしたんです。一生懸命考えて、マコゴナガル先生やニック教や他のグリフィンドール生に協力してもらった結果、やっとパズルを解いて、パズルの制作者から最後のメッセージを見ることができたんです。そのメッセージの最後には、ムーニー、ワームテール、パッドフット、プロングスという署名がありました。これは本名なんですか？その名前を使っていたグリフィンドール生には覚えがある。じゃが、どうしてそんなにも気になるのか、まず聞かせてほしい。これ、楽しそうな人たちだからにしてみる？正直楽しそうだと思ったからです。あのパズル以外にも面白いことをたくさんやったんだろうなって思いました。確かに、わしが知る限り、学生生活をとても楽しんでおったようじゃ。じゃが、彼らについて他にも知っておいてほしいことがある。彼らのパズルを解くために、多大な労力を費やした君たちには、その話をしておいた方がいいじゃろう。3時間星5個で合格。パズルの成り立ちについて聞く。城には他にも何か隠されてるのかな？きっと隠されてるはずだ。このパズルを作った人たちに会えたらよかったなって思います。本当の意味での有能さというのは、特に強い熱意を持った生徒だと思う。簡単には解けないパズルでした。ムーニー、ワームテール、パッドフット、ブロングルス、彼らが自分たちで名付けた？クワー！パズルを作ったグリフィンドール生は実力を証明するものだと、決意を固めた。パズルで証明できるのは解いたものの価値ではなく、そのもののパズルを解読する力じゃ。爆発キノコなんてちっとも怖くありませんでした。私はめっちゃ怖かったけどね。あのパズルは4人の将来有望なグリフィンドール生によって作られた。すごく楽しかったですけど、ドラゴンに直面するチャンスがなかったのが残念でした。城には他にも何か隠されてるのかな？シャー今日は特に綺麗だよ、フォークス。わしの話からもわかる通り、そのパズルを作った4人のグリフィンドール生は将来有望な若者たちじゃった。いつもお互いに挑戦し合って自分の有能さを証明してやろうとしておった。それがパズルの作成につながったのじゃ。じゃが、そんな彼らでも常に有能さを見せつけるのは容易ではなかった。これ真ん中選んだらどうなるんだろう。僕には容易ですみたいな感じで。でも気になりますよね。じゃあ右のところ聞いてみるか。どうして容易じゃなかったんですか？いい質問じゃ。それを聞いてくれないかと思っておった。私も聞きたかったからこれを選びました。有能さというのは努力の先にあるものなんじゃ。自然に備わることはほとんどない。君はこの生徒たちのことを楽しいと思ったが、彼らさえも常に高潔さや勇敢さを貯めてたわけじゃないんじゃ。
彼らを他から一線がしたのはその決意の固さじゃった。今の君とミスターコッパーのようにな。僕？うむ、ミスターコッパーはどんな手段を使ってでも自分を証明しようと固い決意をした。そして君はそんな彼を手助けする決意をした。先生の言う通りだよ。僕は自分の勇敢さが単なる見せかけじゃないことを証明したかった。君が手伝ってくれたおかげでその望みがやっと叶った気がするよ、チャメ。うむ、じゃが覚えておいてほしい。このパズルを解くには勇敢さやその途中で君たちが見せた高潔さだけでは不十分だったことを。グリフィンドールの進化とはどんなに壁に拒まれても決して諦めないことにある。確かにいろんな問題にぶち当たりました。諦めようと思わされることもたくさんあったはずですけど、そんなこと一切考えませんでした。ベンはパズルを解くためならドラゴンと直面しても構わないことさえ言ってましたよ。うむ、そのパズルを作った者たちが今の君たちを見たら大満足するじゃろう。はい、そうだといいなと思いますなんか煽ってる。その人たちのことをいろいろ教えてくれましたけど、まだ忍びについてたくさん疑問が残ってるんです。そうか、じゃが君の質問の答えはそのうち明らかになると思うぞ。今はパズルを解読したこと、そして揺るがない決意を見せられたことを喜ぶといい。君はミスターコッパーが有能なグリフィンドールであることを証明するのを手伝い、その過程で多くのことを学んだ。君はグリフィンドールではないが、その心意気を見ればどんなグリフィンドールも誇らしく思うじゃろう、ミスターゲームズ。はい、これでねグリフィンドールのお祝い完了しました。この褒美はねゲットしておいた方がいいですよ、絶対に。皆さん、理由が今からお見せします。部屋に戻るんですけど、ちょっとこのカエルチョコレートは今私も終わってるんで、あと家建てるんならアパート、私今模様替えこんな感じにしてます。ゴドリックの谷ですね。他の場所に建てればよかったなと思っております。ちょっとペットとかこうやって回復してるけど、ここですね、見てください、壁に飾ってあるんですよ、びっくりマークがついてるところ。これね専用の場所なんですよね。だから必ずここエネルギー回復ポイントが増えるんですよ。まあ、前回やったレイヴンクローのやつもゲットしてるんですけど、で一定期間、一定時間が過ぎたらまたエネルギーが回復できる。だからこのクエストはねずっとここに置かれるので、余裕があったら絶対やっておいた方がいいです。エネルギー回復ポイントが本当に増えるのでね。どうです、私のこの部屋。本来ならこの棚に置くやつだったら別にやらなくてもいいんですよね。もうエネルギーが棚に置けないみたいな感じになっちゃいますから。ではご視聴ありがとうございました。実況者はチャメでした。